どうもこんにちは。こんにちは。七尾ちゃんです。七尾不思議の吉田和です。甘神の森子です、はい。お願いします。甘神ましたけど。甘神、アマテラス。ということでね、絶好調のスタートで始まりましたけれども。はい、お願いしますね。ちょっと、年末にね、はい、生配信やったじゃないですか。やりましたね。あれをね、まとめてちょっと自分でどういう風な感じだったから見ようと思って、ほうほうほう、年始にね、ちょっと見たんですよ。あ、そうなんですね。そしたらね、なんとか宣言が出た影響かね、うん、パソコンもなんかやっぱサーバーに来るからなんか重くなるのかな。自分もね、ずっとね、ぐる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 。アクセス中ですみたいな。あれ、アクセス中です、つってね。あれ、だから俺思ったよ、その時に。ぐるってなってるのにイライラするの。はいはい、うん、トンボいるでしょ。トンボ、はいはいはい。あれ多分、これイライラしてると思うよ、これ。なんだよ。早く捕まえろよ。なんだよ。え、早く捕まえろよって思ってたの。わかんない。なんかこんな感じやだよね。これでね、あげくトンボバターンになりますから、ね。そうなんですよ。パタッと取られる、ね。ストレスでね。こぼれ話はラジオでということで、はいはい、今回なんですけども、はい、コメントでね、生配信の時に、はい、すべて話せなかった、その投稿をいただいた会談、うん、うん、をやってほしいと。残ってるんであれば、やってほしいみたいなのいただいたんで、はい、ちょっとね、今回、まとめてきたので、あ、なるほど。それをね、やりたいんですよ。じゃあこの前のね、あのイージーチャンネルでも僕の投稿会ということで、はい、怪談紅白何度か合戦みたいなので、やりましたね。やりましたね。赤組でしたっけ？いや、あなた大赤組だから赤なんです。赤ね、あ、白組ですね。で、白組スケジュールがね、ないから。今回は赤組の方が。赤、そうです。設定思い出したかのように始めますけど。赤組の方が。赤と白でね。はい。今回赤なんでしょう。ではこちらは、はい、三崎吉さんですね。お、三崎さん、はい、何でしょう。私が中学2年、うん、20年前学校で体験したことです。はい。授業が終わり、放課後、部室へ向かうために一人、旧校舎から、古い校舎ですね、旧校舎、はい。いい設定ですね、はい、旧校舎。新校舎二つあるわけね、うん。部室の新校舎へ向かう階段を降りていましたと。はい、あと、3、4段で1階に着くところで、急に頭を殴られたようにガンと痛みが走ったかと思うと、今まで見ていた視界とは全然違う視界へ変わりました。うん、どういうこと、うん、だから、こう、見えてた風景と全く違う風景が広がったじゃないですか。うん。あれ？何？と思っていると、その視界は見覚えがある旧校舎の3階廊下。うん。ね、ね、3階廊下で、そこから車に乗っているかのようなスピードでギューンと進んでいき、教室を過ぎ、廊下を進み、階段を降りて、その視界の先には私の後ろ姿が見えたんです。私自身の後ろ姿が見えた瞬間、パッと自分の視界に戻り、後ろを振り返ってみると、階段の踊り場に差し掛かるところの横から、髪の毛が針金のようにバリバリで、目は闇のように深い真っ黒。うん、茶色や黒のようなボロボロで汚い服を着た者が、上半身だけ身を乗り出し私を見ていました。なんですか。見た瞬間に逃げなきゃ死ぬと確信し、全力でダッシュ、残りの階段を降り、新校舎の部室に逃げ込み、部員に抱きつき、ガクガク触れながら大泣きしました。周りが困惑する中、その日は親が迎えに来て自宅に帰り、起きたことを全て話してみると、明日、ユタに会いに行こうということになりました。ユタに会うと、いきなりですが、あんた、いけないものに見つかってしまったねと言われ、沖縄方言をブツブツ言いながら、この術と歯に、葉っぱ。葉っぱに力を込めたから、歯が枯れたら仏壇の前で燃やしなさい。数珠は肌身離さず持ち歩いて、万が一壊れたりしたらまたすぐに来なさい。そう言われ恐怖体験をしたので、約半年間学校へ行けず、中学3年になった時に3年教室が新校舎になったので勇気を出して登校しました。旧校舎には2年教室と、倉庫室、職員室がなく、3年になり行くことがなくなったので、その見たものに出会うこともなく無事に卒業できました、あれが何だったのかは何かは分かりません、その体験をした後霊が見える体質になってしまい、やばいものの近くを通ると数珠が熱くなっていました、大人になるにつれ少しずつ見えなくなり、今ごくたまにしか見えません。私は生きている人、この世のもの、この世のものではない人もほぼ同じに見え、唯一違うのは雰囲気や光の干渉、色が違うという感じですと。体験談なんですけども、要はその旧校舎で、まあ、何かを見てしまったというか、これね、想像するとね、
すごい怖いですよ。髪の毛が針金のようにバリバリで。ソニック・ザ・ヘッジホーいや、青とは言うてないからね、青色のね。セガのね、ハリネズミのキャラクター。回転するやつね。そうそうそう。ありましたけどね。で、あと、目が、こう闇のように深い真っ黒。でも、もうずっと黒にしょ。白目がない状態。ない状態でしょ、ね。で、茶色っぽい、黒い、ボロボロで汚い服を着たら。ね、何者かが。上半身だけでこうやって見とんすよ。怖いなまあまあ、シャドーピープルってね、言うまでもいるんですけど、そうそう、影のなんか怪人みたいのがね、アメリカではよく出る。なるほど。そうそうそう。これ、まあちょっとユーマ情報になっちゃいますけど。ユーマの可能性もあるってことだよね。そう、だからシャドーピープルはね、コートとか、ブーツとかを身につけてるのがわかるんです。そうそう。で、ね、よくよく写真見てみると結構年代物のブーツとかを履いてたりするから。ああ、そうなんや。そうそう。中古屋で揃えるタイプなんだなと。古着屋で揃える。古着買いに行ってちゃうわ。タイプなんです。シャドーピープル。この人がね、はいはい、言ってることがね、ちょっと僕とね、似てるんですよ。数珠がつくなったりとか。そう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 。僕もそうなんです。体験あるんですけど、ねうん、親父に戻された数珠がね、熱くなって守られたみたいな。とか、はいはい、あと、生きてる人とこの世のね、ほぼ同じに見えると。なるほど。はい。で、うん、唯一違うのが、雰囲気や光の干渉、色。うん。そういうのも似てるんですよ、実際。で、大人になるにつれ、その能力って下がってきてるっていうところも、僕と共通点がね、なるほどね。非常にある。でも実際ね、これ半年間その学校に行けなかったりとか、そういうね、うん、実害を伴ってるから結構すごい体験ですよね。トラウマレベルの大きいですよね、話ですね。強かった。続きまして。はいはい。Y さんですね。Y さん。奈々ちゃんいつも見ています。ありがとうございます。いつか忘れましたが、奈々、うん、ちゃんの動画で、住吉大社、大阪ですね。はい。の近所に住んでいたとのことでした、僕がですね。ああ、ノブさんがね、はい。なので、ちょっと連絡をしましたと。実は私もその近くの住吉団地に住んでいました。当時はマンモス団地として知られ、うん、昭和51年に小学3年生で4号棟に引っ越したのですが、うん、当時は周りに高い建物もなく、駅からもよく見えるからか、うん、飛び降り自殺が非常に多く。ああ、そうなんですか。僕が聞いただけで、うん、10件を軽く超える状態でした。うち3人は、うん、ブルーシートがかかった状態を目撃しています。うん、約10年で数十人は亡くなったと思います。うん、聞いた話では自殺願望のある人が高い建物を見るとフラフラ吸い寄せられるように飛び降りてしまうとのことでした。うん、昭和60年代に入ると南港、港ですね、はい。南港にもっと高い団地ができたからか激減したのですが、うん、私は夜間大学に通い出したため、帰宅が0時を超えることもあるようになってきました。近所でしたらご存知かもしれませんが、夜の団地は非常に不気味です、うん、そんな中でたまに不思議なことが起きるようになりました、うん、4号棟に帰ってエレベーターに乗ろうとすると西側のエレベーターのドアが開いているんですと、うん、で当時は自動で1階に降りる機能がついていなかったので、はい、ラッキーだと、うん、下についていたのでね、うん飲み込みました、うん、7階に住んでたので7のボタンを押して上がっていきました、うん、しかし7階を通り過ぎなぜか9階で扉が開くのです、うんあれ押し間違えたかなと思って7のボタンを押し、もう一度エレベーターが下がっていくと、うん、7階に着いたので帰宅しました、うん、そういうことが 2,3 回ありさすがに気持ち悪くなってきたある日、うん、また7階に止まらず9階で扉が開きました、うん、またかと思い7階のボタンを押して扉を閉めましたが7階を素通りして1階に着きました、うん、鈍感の私でもさすがに寒気がして向かい側の東側のエレベーターで帰宅しましたなるほど9階に何かあるのかと思っていた時に同級生から9階に住んでいた同級生の父親が割腹自殺をしたという噂話を聞きました。すごいな、割腹？本当？いや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 、バカでしたね、今の張り方。割腹？はい、いやいや、そうなるでしょ。なりますね。割腹はね。うんちょっともう一回返しますね、はい、9階に住んでいた同級生の父親が割腹自殺いやもうそれ言わなきゃいけないじゃんこれすみません。また団地の中でも、うん、自殺は4号棟が圧倒的に多く12階屋上が自殺防止のため閉鎖されてからほとんどが11階10階を飛ばしてなぜか9階から飛び降りていることです。何なんだろうそれの。私は母が新聞配達をしていたので年末などには手伝いをしていたのですが、うん、そういえば9階で渡り廊下から外へ消える人影を見たことがあるのを思い出し気持ち悪くなりました、うん、そうしてしばらく経った頃また0時過ぎにエレベーターに乗ると、はい、今度は7階を過ぎ9階で止まったのですが扉が開かないんですと。え
しかもそのまま下降しだしたのですが、当然7階にも止まらず1階へ着きました。やはり扉が開かず、開くボタンを連打するとなんとか扉が開き、階段で家まで帰りました。結局その日から0時を過ぎた時は階段で7階まで上がる生活になりました。しばらくすると掲示板に痴漢被害があったので0時を過ぎたらエレベーターを各階停止にする旨の通達が書かれ、気持ち悪い体験はなくなったんですが、おかしいですよね。痴漢なら各階停止にした方が危ないと思うので、そういう名目にしたのではないかと当時私は思いました。今改めて思うに、誰が始まりかは知りませんが、休暇に引っ張られて自殺が多かったのかなと考えております。そして2度3度目撃したんですが、4号棟下の公園のブランコも無人で揺れていることがあったのはそういうことかなと。以上、お化けそのものは出てきませんが、私の数少ない体験談でした。結構パンチ強いですよね。これすごいな、今の話。これいい話、いい話が続いてます。だって滑覆ですよ。滑覆に食いついてるやん、めちゃくちゃ。いやだってこのご時世ね、こうですよ。そうですそうですよ。解釈はいないわけですよね。いないですよ。ですよ。だからね、めちゃくちゃ痛いですか、ね。うわー、すごい話じゃんこれ。でまあそういうね、自殺された方もいた。そういうマンション、団地でね。すごい。起きた不思議な話ですね。はいはいはい、怖いです。続きまして。体験談。あ、ムーンさんですね。あ、ムーンさん、僕の時もシーサーの顔が出てきたというお話。ムーンさん、ちょっと白組ですか赤組ですか、ちょっとはっきりしていただきたい。いや、じゃあまあちょっと聞いてみましょう、じゃあこれはね。じゃあムーンさんですね。はいはいはい。これは去年の話ですが、はい、父が5月に他界し、葬式を終えてから、数日後にそれは始まりました。仕事の昼休み、昼寝をしていると、起きてと女の人の声で起こされることが多くなり、椅子を並べて横になっていると、頭危ないよと声をかけられるようになりました。その時は頭がちょうど机の下に入り込んでいたので、そのことを指摘されたんだと思いますが、私が職場で与えられている部屋は一人部屋で、昼になると必ず電気を消して寝ていることから、他の社員は電気が消えている時は絶対に部屋に入ってくることはないんですと。女子社員が声をかけてくることは ありませんと。その後も肩を叩かれて起こされたり、ガヤガヤと人が複数人で喋る声などで睡眠を邪魔される毎日でした。とはいえ会社内での昼寝を邪魔される程度なら別にいいかと思うのと、まあ気のせいだと割り切るようにしていました。しかし1ヶ月ほど経った時、それは家にまで現れるようになり、睡眠を邪魔してくるようになりました。その時間は何時に寝ようが2時半頃に起こされる毎日が始まり、そんな日も2ヶ月が経ちまして、ついにそれは存在感を強めてきて、部屋の中を徘徊するようになってました。それでも私は多少の睡眠不足程度ならまあいいやと思っていたので、部屋を徘徊するくらいは気にしていなかったんですが、仰向けに寝ていると、髪の毛が顔に垂れ下がって当たる感触があるので、ちょっと鬱陶しかったので、うつ伏せに寝るようになりました。はいはい。日に日に存在感をアピールしてくる頻度が高くなってきた3ヶ月後のことです。とある劇団のミュージカルを見に電車を使い乗っていると、明らかにこちらを凝視しているであろう視線を感じ、その先を見ると30代くらいの女性が目を見開いてこっちを見ていました。何気持ち悪いと思って逆に凝視していると、こちらを見ながら何かブツ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 つぶやいているんです。周りもその異変に気づき少しザーザーしていました。この時みんなにも見えていることに安心しました。幽霊じゃない。なるほど、なるほど。安心しました。目的の駅に着くまでそれは続き、その女性も何事もなかったかのように同じ駅で降りてきました。気になったので声をかけようと思ったんですが、その女性の姿は人混みにこう紛れていなくなってしまいました。不思議とその日から起こされることも、部屋を徘徊されることもなくなり、平穏な日々を過ごせるようになりました。とても不思議で、もやもやする体験でした。ただ、8月あたりから部屋で誰かがまだ徘徊しているんですよね、ということですね。去年ですよね、じゃあ、ということね。去年いただいているので、あ、なるほど、その前の年です、ね。はいはいはい。これもね、これは、だから徐々にこう存在感を強めてきて、強めてきて。です、この電車の中で、ブツブツ言ってきた女性には、僕見えてたと思うんですよ。はい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 。多分、その何者かがね。で、その女性は、あ、幽霊見えたと思って、その幽霊に対して何かをブツブツ言っていたんでしょ、ね、で、それで一瞬離れたけど、また戻ってきてしまっているということなので、僕ね、どう対処したらいいんですかね、こういうのはね。この一回離れても、戻ってくるパターンって、生き量のパターンが多いんですよ。
あ、生き量の元さやパターンですね。元さやっていうな。やっぱり忘れられなくてみたいな。やっぱりこっちがいいっ、ね、いいって戻ってく、人の念ってでもそういうことですよね。そうそうそう、戻りたいから、戻りたいからって。だから僕これムーンさんについてね、生き量のね可能性ありそうですね。どうなんだ、どうしたらいいんだろうね、こういうのはね。まただってね、今ちょっと勢いを増してきてるわけでしょ。そうですね。でも決して悪いものじゃないと思うんですよ。起きてとかね、頭危ないよ。あ、そうか。で、俺のやつだから最初聞いた時守護霊めいたね、うん、話なのかなと思ったんですよ。はいはいはい。そしたらなんかその髪の毛を当ててきたりとかさ、はい、うん、ちょっとねこれもね不思議な、不思議な話、怖い体験ですね。続報があったらね、またぜひ、ね、そうですね、皆さんお願いします、ね、8月から新店あったりしたらぜひ。続きまして、はい、あ、来ました、こちら、うん、かなでさいかさんですね。かなでさいかさん、まあね、あ、うちのチームで、チームでって言っちゃったけど、前読み方間違えてた人か、はい、そう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 なんですよ、はいはい、かなでさいかさんですね。申し訳ない、ありがとうございます、はい、赤組のかなでさんからいただきました。和田アキ子みたいな位置の大鳥ですかね、はいはいはい、あの鐘を鳴らすのはあの確かにないですからね、あのさいかですよ、はい、鳴らすのは、お願いします、カラオケのバイトをしていた時の実家と、はい、以前カラオケの、ね、話していただいたんです、はいはいはい、私のアパートでの話ですと、うん、実家だったんですね、うん、当時の私の実家は築年数の古い2階建ての小さな家、うん、私の住んでいたアパートも築年数の古いアパートで、うん、部屋3つにユニットバス付きの家だったんですと、はい、私は中学の時に父を亡くし母子家庭になり、高校の時に新天地に行きまして母とこう引っ越しをした土地だったんですね、うん、住んでいたアパートは一人暮らしで、高校生の時の実家でもあった場所で、うん、実家はその近くの一軒家に引っ越した後のことです。ああ、なるほど、はい。はい。バイトが決まり、日々忙しかったんですが、うん、お母さんが職場の旅行で不在のため、うん、その引っ越した実家にね、うん、泊まり込みで一番下の弟の世話をしに行くことになりました。ありますもんね。当時一番下の弟はまだ小学校2年生。なるほど。兄弟は私も含めて上にお兄ちゃん一人ですね、うん、で私下に弟と妹、そして一番下の弟がいて、うん、兄と妹と一番下の弟が実家で暮らしていました、はいはい、もう一人の弟は遠い土地で働いていたため、私のバイトの時間が不定期なため実家からこう出ていましたと、うん、はい、で土曜日のバイトが終わって、うん、日曜の朝に行くことになっていたので、はい、自分の家で作ったご飯を実家に届けバイトに行き、日曜の朝様子を見に実家に行きました。したと、日曜は実家に泊まり込みで月曜の夜に帰る予定でいました。朝から昼は特に変わったこともなくて、弟とゲームをして遊んでいたんですが、うん、昼頃お腹が空いたというので1階の台所でご飯を作ることになり、うん、2階から1階へ昼ご飯を食べている時に、うん、家の扉が開く音がしたんですね、うんうんうん、ドアタイプではなく引き戸の方、うん、ガラガラガラってやつですね、うんうん、あれ誰か来たのかなと思って玄関を見ると開けられた形跡はなくて、うん、開いた音だけがしていたのに閉まっていました、うんうん、一番下の弟にねえねえ〇〇ちゃん今誰か来なかったかなと聞いたところ、お姉ちゃん怖いから怖いこと言わないでと半泣きになりながら言われたので、うんうん、もう忘れることにしましたと、うん、お昼時からなんか部屋が寒いなと思ってたんですが、それも気にしないことにしました、うん、お昼を終え、兄と妹が出かけるというので見送りましたと、うん、その後夕飯の買い出しに行き、明るいうちの方が怖くないかなと弟をお風呂に先に入れて、うん、夕方になったところで一番下の弟のリクエストの夕飯を作り始めました。お手伝いという感じで弟は一緒にご飯作りをしてくれていました、実家では猫2匹を飼っていましたと、うん、でそのうちの1匹が2階に向かう階段に向かってうなり始め、うん、威嚇しているのです。なるほど。その頃ぐらいから兄の部屋から物音がしていました、うん、構造上台所の真上がお兄ちゃんの部屋に当たるので、うん、なんかこう押し入れのところのガタガタ言ってると思ったんですが、うん、数秒後その音の鳴っている、押し入れから突然ドシャーンと重い何か落としたような大人の男性が飛び降りたような強烈な音がしたのです、うん、一番下の弟にもその音と、音が聞こえたようで泣き始めてしまい、うん、大丈夫お姉ちゃんいるから大丈夫だよと並べました、うん、下にいた猫が階段に向かってさらにシャーッとずーっと威嚇しているので、はい、これはやばいと思っているとズドドドドドドドと階段に向かって歩いてくる音がし始め、うん、さらに弟が泣いているので、うん、意を決した私はちょっと怖いけど我慢してねと言いまして、うん、階段の下からその方向に向かって、うん、ドスの効いた声を出しながら、うん、うるせーと
叫びました、うん、私の声があまりにすごかったのか弟は一瞬で泣き止みました、うん、叫んだところで音が止まりそのズドドドがですね、うん、部屋の温度も心なしが暖かくなってきた気がしましたと、うん、もう少しで階段に来てしまうところで止まったと思っているところで兄と妹がちょうど帰宅しました、うん、もちろん1階にいた私と弟以外の部屋しいては実家の中には誰もいませんでしたと、うん、あの音の原因は何か分かりませんでした、うん、普通に夕食を終えその日は雑談をしながら眠りにつきましたと、うん、これは何なんだとだなのその誰も入ってきてないのに、うん、その2階のねお兄ちゃんの部屋から音がし、うんはいはいはい、でそしてそれに対して猫がね猫がシャーって言うと、まあ、今回も猫いますんで、ああ猫がねシャーって言うわけでしょ。でもこれね T シャツこれからねあの言われる側ですけどね、ワンテッドって書いてあるね。カップク？いやいや関係あれ。なるほどね。でこれなんですけど、はいはいはい、引っ越した先の実家で起きてるでしょ、はい、そうだね。もう自爆でしょうね。そこに宿るものであったりする。じゃあそれがなんかその存在をなんだろうね、誇示するというか、気づけよみたいな、いるんだぞみたいな感じかな。もしくはこの音がしてたのがお兄ちゃんの部屋だったので、はいはいはい、ね、こうお兄ちゃんがこうね、生きるを連れて帰ってきたりとかね、いろんなパターン考えられるんですが、だからね、僕ね、霊が見えないだけにね、試してほしいことがあるんですよね。例えば霊を見たり、霊を見るとね、皆さんやっぱどうしても驚いてしまうじゃないですか。はい、そうすると、なんかそれは霊にとってなんか、しめしめみたいな。あやったぞみたいになると思うから、多分ノブさんもそうだけど、今度レオ見たら驚かずに、はいはい、ああ髪切ったんだみたいな、タモさんや、髪切ったのって初対面できないで言われると、こいつ全然ビビってないなとかなるかなと思って、その説はね、うん、うちの親父も言ってはりました。あ、やった、図らずもボケたら当たってた。うちの親父は出てくるでしょ、うん、レオがバーって来たら、はって言うらしいです。はって言うと。滑ってるぞみたいな。だから僕よう言われてたんです。なんかその辺のね、こう歩いてて、こうなんか幽霊らしきものがおってね、こっちになんかを訴えてきたら、はって言えって。なるほど。教えがあったぐらいな。いやいや、でも今回も。そうですね。我が赤組は。赤組強いな優秀な面々が揃っております。なるほど。いや、でもね、実はこれ白の方にもですね、いろいろあるのが、まだ隠し玉がたくさんありますので。マジか。今後も出していきますので。で、はっきりしてほしいのが、はい、うん、ムーンさんは、果たして白なのか赤なのかっていうね。これはね、どっちなんでしょうね。この、どっちでもいいけど。いや、両方に送っていただければね、まあ、均等にということで。はい、ということで、すごかった。以上でございます。はい、ということで、視聴者投稿スペシャルでした。どうもありがとうございました。こぼれ話はラジオで。